皆さんこんにちは、リキトです、今回ですね、昨日に続きましてこちらの作品、今もうバズりにバズってます、推しの子に関する動画というところなんですけどね、昨日あの2話の感想動画を上げさせていただいて、また推しの子かとね、味を占めたかも見て思われてるかもしれないですけど、まあちょっとかなり意外というかね、なかなかまあ多分刺激的なタイトルとサムネになってるかなと思うんですけど、まあ結構驚いたことがあったんで、それについて僕自身が、まあ、ぶっちゃけどう思ってるかっていうのを今回は、話していきます。で基本ね、あのネタバレなしで話していきますんで、あのこの先、まあ、見たことないとかっていう人もね、あの安心してその辺聞いていただけたらなと思うんですけど、今ねもうめちゃくちゃ人気出てます、推しの子っていう中で、で感想動画上げさせていただいて、でまあ僕はまあてっきりもう大絶賛の嵐になると思ったんですよね。2話もめちゃくちゃおもろかった、推しの子最高すぎやと、1話ピーク言ってたやつ出てこいや、それ僕言ってたんかでね、あのね、1話がピークとか言ってたやつ出てこいやって言ってね、で1話ピークって言ってたのは、それあくまで1話がめちゃくちゃ面白いのであって、2話以降は別につまらないってわけじゃないよみたいなコメントを見たんですけど、あのね、別にそういう意味で言いたくない、それは分かってるの、別に僕もね、僕分かってんだけど、でも結構世間的な捉え方ってどころかピークって言うと、そこから面白くねみたいに捉えられちゃうんですよね、うん、っていういう意味で言ってたっていうことで、うん、別に僕もね、あのもうその1話しか面白くないってこいつが言ってるとは思ってないんですけど、そう、そういう捉えられ方をしちゃうんでね、うん、そうピークって怖いんですけど、まあその中で2話がめちゃくちゃ評価を受けてるなっていう体感があった中で、思いのほかね賛否が分かれてるというか、うん、まあちょっと騒がれすぎなんじゃねえかっていう意見があるんで、それについて話していくんですけど、まあ、もっとめちゃくちゃ今人気出てますよね。本当、まあ、特にやっぱ、YouTube 上の再生数がとんでもないことになってて、推しの子のオープニングアイドルなんてもう2000、昨日時点で400万回とか、再生されてて、で、オープニングエンディングももうすぐにミリオン超えてみたいな。で、オリコンとかもなんかとんでもないランキング、なんかとんでもない人気でみたいな感じですね。海外人気もとんでもない。まあ、強いて言えば配信人気がまだね、思いのがまだ出てきてないのかなっていう感じ。まあこれから上がっていくのかなと思いますけどね。また原作例がどうなるのかっていうところもありますけれども、ツイッターのフォロワー数もね、1週間で10万とか増えて、もう35万とかなってたりして、この撮影時点で。とんでもない伸びなんですけど、僕自身ぶっちゃけどう思ってるかって言いますと、驚いてます。騒がれすぎみたいに思ってないんですよね。やっぱこんぐらい評価されるべき作品だったらもともと思ってたし、やっぱそれだけ1話の90分放送っていうのはものすごいなとやっぱ思ったわけですよ。もうなんじゃこれだと、もう本当に今まで見た一番の中で一番面白いんじゃないかと、もう今期のどの話の中、今期これを超える話はもう出てこないんじゃないかというような、ことを言った、うん、ものすごい一話だったんで、それ評価はされるよねと思ったんですけど、いやここまでされんだっていうのは僕はやっぱびっくりしてて、でやっぱね、この人気の出方が結構本物で、いやビッグタイトルってね、基本的には最初がバーンってくるわけよ。やっぱ放送された瞬間がゴーンってくるんだけど、推しの子の場合って、放送された瞬間はまだだったんだよ。ツイッターとかまだ10万ツイートとかされてないぐらいだったんだね。この前には12万とかだったんですけど、もうガン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 費用ごとに多分見た人がどん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 この絶賛の嵐で、で、その絶賛を見て、もう見てみようと思ってきて、どん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 増えてきて、この2話に行く前の1週間でめちゃくちゃ見る人も増えたし、さらに評価が高まったなっていうのが僕の印象で、で、1話の時点で評価されると思ったし、90分だからさ、もう分かってましたよ、原作勢としては。あ、ここまでやってこういう意図があるんだなって分かってたんですけど、ここまで人気になるんだっていうのはまあ僕はすごい、思ったことです、うん、でその中で2話がまあ、1話でプロローグが終わって、まあ、ついに本編というかね、また新章というか始まったっていう中で、まあ、すごいやっぱ絶賛の声が多かったわけですね。それに対して騒がれすぎとかね、うん、なんかリコリコみたいな人気の出方だみたいな、うん、意見があるんですけど、まあ僕はね、正直、まあ、なんて言ったらいいんだろうな、別に人気って、さすがにね、絶賛の声が、まあ、僕もちょっと多すぎ、めちゃくちゃ多いなとは思った。うん。こんなに褒められるんだっていうのはあって、っていうのは、やっぱりその、1話がピークっていう言葉がさっきも冒頭で言ったんですけど、やっぱ、そっから面白くねえと、捉えられてるんですよ、マジで。だから、多分みんなハードルが下がってた結果、2話もめっちゃおもれえじゃねえかっていうことで、多分ハードルが、1話はさ、もうめちゃくちゃ上がってたわけよ。めちゃくちゃ上がってた1話に対して、2話やっぱちょっとハードルがこれは超えれねえだろうな、みたいな感じで下がってた中で、だからこそよりね、評価されたのかなと思いますし、まあ原作勢としてはもう本当、
これ以上ないというかね、作画に関しても構成に関しても、やっぱキャラクターがすごいよね。やっぱね、ルビーの魅力がやっぱやべえなっていうことも昨日も言ってたんですけど、うん、っていうところで原作よりもさらにキャラが立ってんなっていうのを思ったりとか、しっかり笑いも抑えてたりとかっていうところで、まあそれ評価されて当たり前なんでしょうけど、まあ多分僕は思うにはそのみんなのハードルが下がった分よりこう評価を受けてる。うん、でも2話でこの勢いだったらもう正直もう下がることねえだろうなぐらいに思って、てますし、もっともっとね、こう、まあもちろん盛り上がるところもありますね、まだまだ。うん、まあ原作3巻が一番面白いみたいな意見もね、昨日かなり見ましたけれども、っていう意味では、まあこっから、もうガンガンこう広がっていくかな。で、リコリコとか、まあボザロとか、まあ結構やっぱ最初からどんどん人気出てきたって作品だったんですけど、あれらって結局3話とかあったんですよ、人気出たのって。うん、なんか、どんどん人気が加速していくっていうような印象の作品で、まあ推しの子ってどっちかっていうと、リコリスリコイルとかボザロよりも、やっぱ注目タイトルなわけよ。かぐや様そもそも原作さんがやってる。で、原作ももちろんめちゃくちゃ売れてるっていうところで、で、かなりやっぱ注目タイトルの中で、1話で、やっぱさらにこう爆発的に人気を得たっていうタイプでは、まあなんかその人気の出方はね、正直まあ違うというか、そもそもタイトルのその大きさはやっぱ正直全然違うのかなとは思ってます。っていう中ではあるけど、まあやっぱこの1話でこんだけまあ視聴者の心を引きつけてきた。でやっぱもっともっとこうどんどんまだまだこう盛り上がっていくのかなっていうのは思うし、でね、まあ現段階2話でこんなに騒がれるかって思う人がいるのは僕は正直わかる。だから、こういう意見があるのはわかるんですけど、まあそういう仕組みになってんじゃないかなと思うし、そう思う人もね、引きつけられるような話がここから来るんで、そこはマジで、アニメーターの人は楽しみに、していただけたらなと思うんですけど、まあ多分みんなびっくりしてるよね。ここまで人気出んのかみたいな。でここまでその YouTube とか回るんだみたいな。で、まあ多分こっからだんだんこう世間的にどんどん見つかっていく社会現象的な立場になっていく作品かなと僕は思ってるんですけど、まあ今時ビッグタイトル揃いの中で、ただでさえ鬼滅、水星、馬娘っていうね、こういう元々の超ビッグコンテンツがある中で、どこまでこう人気が出てくるのかっていうのはすごい楽しみだし、まあ一番のバロメーターはやっぱ配信人気、のところかなと思いますけどもね。まあ原作売り上げとかやっぱね、多分推しの子めっちゃ週刊ランキング入ってくんじゃないかなって僕は思ってます。俺原作買おうと思うでしょ。これはすごい。多分1話だけだったら1話完成してね、なんかもう1話でもね、1話見てもいいやって思ったっていう意見見ましたけど、でも2話以降もね、また話は正直違うっちゃ違うんだけど、でも1話があるからこその面白さでもめちゃくちゃあるし、また2話以降ならではの面白さでもすごいあるんですよ。でももちろんここから魅力的なキャラクターまだまだ出てきますんで、やっぱぜひね、もう本当見てみてほしい。でも見なくていいやって思った人が見てこういう評価になってるのかなっていうのは僕は正直思ってる。まあ2話も見ておくかぐらいのね。っていうのは思ってるんですけど、まあでもここから、まあ面白さ落ちる展開でもない、常に面白いっていうのが僕の推しの子原作読んでる評価なんで、っていう意味ではね、まあ本当人気がこう、まだまだ正直加速するような、やっぱ1話がピークっていう意見があっても、でも2話も面白い、3話も面白いって聞いたら、あ、じゃあもう1話見ようとか、2話見てなかったけど見ようってなってくと思うんで、またこれがどんぐらい、まあ世間的なところまで、こう一般的人気、まあ今季は本当に鬼滅っていう一番でっけえタイトルがね、本当ありますけれども、なっていくのかっていうのはすごい楽しみだし、もうその人気に戦わない、やっぱ作画のクオリティとか、まあオープニングエンディングの素晴らしさとか、キャラ立ちとか声優さんの演技力の高さとかね、ストーリーとか、まあその演出とかあるなと思ってるんで、で、俺も楽しみでしかないですけど、いや思ったよりね、まあ、そのやっぱ批判意見ってあったのも正直ちょっとびっくりしたなっていう感じです。でなんかライブ放送とかやったらね、やっぱもう正直批判込めた僕ほぼ読まなかったんですけど、まあ、ほぼなかったっすわね。多分 99% がもうめちゃくちゃ面白かったっていう意見だったかなっていうね。多分これからコメントとか書こうと思われてるけどね、言っとくんですけど、僕のチャンネルマジ何書いてもいいですからね。マジ何書いてもいいですよ。ネタバレだけでやめて、原作ネタバレだけマジでやめてくれって感じだけど、そう、もしネタバレ書くならネタバレ注意とか書くとかさ、手にしてほしいんですけど、もう何でもいいんですよ。別にだって僕は褒めてるから褒めなきゃいけないとか、僕は批判してるから批判しなきゃいけないとか、そんなこと全くなくて、別に同時視聴でもさ、それは気分は悪いよ正直めちゃくちゃ面白いなんちゃこれとか言ってた。例えば一話でめちゃくちゃボロ泣きしてますと、あ、こう泣いてるリキとキモとか、別にそういうの言うてねえけど、何も面白くねえ、なんで泣いてんのとかさ、だめ2話で何も面白くねえよとか、ここはこうでこうだよね、なんダメだなみたいな、いやこいつ見る目ねえなとか言って、コメントは正直僕は見て気分は良い、いいわけないんだけど、別
にそういう意見は書いていいです。僕のチャンネルはやっぱそういうチャンネルって言ったらなんかすげえ民度低いみたいなんだけど、あくまでこう僕自身もやっぱ正直に感想を語ると、うん、コンテンツについて語るっていうコンセプトなんで、まあ、他のチャンネルは分かんないですよ。他のチャンネルに行って何でも書いていいとは僕は言わないですけれども、少なくともこのチャンネルはもう自由でいきましょうよ、うん、っていうのを思ってて、まあ、でもただね、やっぱそのなんか正直もうすでに結構圧力がかかってる作品かなと僕は思ってたんで、なかなか多分批判の意見が言いづらいでね、ここまで褒められてるとっていう中で意見出てくるってことはやっぱ思ってる多いのかなと思ってるんですけど、うん、まあでもね、全然別に2話は別にそんなめちゃくちゃ面白い回じゃそもそもないと思ってんで、何その推しの子全体の中で、別にもちろん面白いよ。もちろん面白いんだけど、まだまだ面白くなるんで、はい。っていうとこではね。うん。全然そこはアニメ生の方は、なんか俺、こんなに面白いって言われてるけど、あんま面白いって感じねえなっていう人も安心してください。別にそういうこともあるから、別にそんなに、うん、そんな絶対面白いと思わなきゃいけない回ではまずないと思ってるんで。うん。まあ1話やっぱね、もうめちゃくちゃ泣いてほしいけど、うん。っていう感じかな。まあ、2話の方が良かったという意見もあったりしてね。まあ、1話と2話はやっぱテイストが違う分、そういう意見もね、出てくるかなっていう感じは、してるんですけれども。っていうところかな。いやー、どこまで盛り上がってくるか。いや、もうここまでさ、こんな勢いでなると、やっぱ1話がさ、やっぱそう、一番まあ90分だから、まあ盛り上がるのかなと思ってて、ここまでかっていうのは正直あるんですけど、まあ今回からがすごい楽しみだし、まあ全11話ひたすらに面白いっていうところで駆け抜けてくれると思うし、もう制作会社動画工房さん、作画にやっぱ僕は不安がとか言ったけど、もう全てを打ち消してくれた1話、そしてもうさらにこうパワーアップした動画工房見れるなと思った2話だったんで、うん、ここ期待しかないしね。まあ、イゴマさんっていうそのルビー役のものすごい声優さん、新人声優さんも出てきてくれて、本当なんかアニメ業界の明るさも感じた、うん、そんな、2話だったかなっていうのは思いますよね。はい、まあただ、うん、その感想動画内で思ったよりもそういう意見が出てたっていうところでね、ちょっと今回はそこについて、まあ、正直思っていることっていうのを語らせていただきました。はい、っていうことでね、またなんか多分さらに人気出てくると思うんで、その辺はまた話したいと思うんですけど、まああくまでね、まあ騒がれすぎで、まあ、でも正直、まあ、これはね、僕感じっていう人はいるのは分かる。別に僕はそんなことは思わないけど、僕はもともと超評価してる作品なんで、めちゃくちゃ面白いと思ってるファンの作品なんで、そんなことは思わないですけど、うん、でもそういう意見があるのは正直分かるなと思いつつね、うん、まあ、今回は動画撮らせていただきました。うん、まあ、でも本当、確かに話の面白さとしては、1話がピークになるかもしれない。それだけやっぱの90分、昨日の動画でも言いましたけども、映画 VS 他のアニメみたいな感じだと思ってるんで、やっぱ1話。それだけすごかったし、やっぱ尺の付け方も違うんだよね。うん、っていうのは思うんですけど。まあ、でもやっぱそれに匹敵するような、もしかしたらそれを超えてくるような、やっぱ面白さ、やっぱ確実にありますんで、うん、そこはほんと、楽しみに。うん、あ、正当な評価だなって、うん、いうふうに思っていただければ。あとね、なんか他もっと騒がれてるやつもあるだろう、みたいなね。それはアニメに関わらず、うん、でまあ結構やっぱね、世間的に風潮として、まあ、ニュースとかも何でもそうですけど、ちょっとも盛り上がったやつはもうめちゃくちゃに盛るみたいなよくある話なんですよね。うん、それちょっとこれめちゃくちゃ面白いっていうよりはやばい、みんなが大絶賛、最強に面白いみたいな言ってもそれはインパクトあるじゃんっていうことで、うん、まあでもそれはいいんじゃないかなって思うし、まあ別にそれはまあよくある光景といえばよくある光景なんでね。うん、まああくまでそのなんかニコリコとかボザロとかはちょっとまた違うタイプかなとは思ってる。もともとすごい人気タイトルというか、うん。なんかボザロ、まあ、ニコリコとか正直どんどん見つかったみたいな感じで印象あったんですけども、オチの子に関しては、前評判をさらに超える評価を得たのかなっていう印象ですね。うん。そうっすね。はい。まあでもね、こうまだまだこう評価も上がってきてる。うん。作品で原作のね、最近の炎上とかもう全部をこう打ち消すぐらいの、なんか勢いやっぱ持ってるなっていうのは思ってるんで、まあ本当ここからもね、引き続き、めちゃくちゃ楽しみだなと思ってるし、うん、なんかまあ最終的に、あ、本当もう、推しの子マジで面白かったなって、うん、まあ当時はね、うん、なんかこう、2話とか、ね、あれってなんかね、こう世間とのギャップみたいな、雰囲気とのギャップみたいなのを感じてたけど、あれもうめちゃくちゃ俺もおもろいと思えたわと、うん、むしろもっと盛り上がれよぐらいになってるとね、やっぱ嬉しいなっていうのは
思います。多分ねここからもっともっと持ち上げられる可能性あると思ってるんで、うん、まあでも別にね、それぞれの価値観があって、うん、いいと思うんで、別にみんなが盛り上がってるから俺は面白いって思わなきゃいけないってことは全くないし、別につまらないものはつまらないし、面白いものは面白いで、別にみんな全員がね、うん、見た100人中100人が批判してようと、面白いと思ったら面白いって言えばいいんですよ。別に自分の価値観を疑うなんて必要はない。うん、そんぐらいね。もう正直その僕はしおさんがすごく自由にコメントしてくれてるのはもちろんムカつく時もありますけど、別に人間なんでね、何やこいつと思ってね、何やなって思う時もあるけど、やっぱ嬉しいんでね、うん、それはやっぱなんか私のチャンネルの、うん、コメント欄でそこは正直魅力だと思ってるんで、ある意味、うん、やっぱ動画ってさ、その僕の喋ってることだけじゃなくてそのコメントとかも含めて完成すると思ってるんでね、そういう意味ではすごい感謝してますし、はい、まあ自由でいきましょうっていう話でした。はい、という感じでちょっとなんか最後長くなったんですけど、ちょっと推しの子2話に関しての動画以上となります。ご覧ご視聴いただきありがとうございます。いいね、皆さんのなんか思うことがあると思うんでコメントガンガンね、いただけたらと思います。またね、3話の感想動画とか同時視聴とか、あと推しのうちもう一回もう一本なんかマジ人気やばすぎみたいな動画あげるかもしれないですけど、そこはまあ軽く見ていただける、軽くというかやべえなという思いでね、はい、見ていただけたらなと思います。はい、ということで以上になります。ご視聴最後までありがとうございました。